人気先生の秘密が明かされます。それは患者さんとの信頼関係を築くためのコミュニケーションスキルセミナー、コアシステムです。仕事におけるコミュニケーションスキルというと、アイコンタクトをして笑顔で、丁寧な言葉遣いや接客用語を使えばいいんだと思ってる先生いないでしょうね。そんなレベルのものではありませんから。さらに私が実際に活用して、施術院の先生方が導入しやすいようなエキスが加わっているとしたら、先生ならどうしますか？これがきっかけで人気先生になったと言っても過言ではありません。コアシステムセミナーでは、相手の傾向性というものを知り、それに見合った対応をするためのスキルを勉強していただきます。人気先生の秘密が明かされます。